皆さんこんにちは、リアルディールのリオです。今日はですね、家にあるものをもう一つ紹介させていただこうかなと思って動画を作成しています。今回はうちで愛用しているタオルを紹介させていただきたいと思っております。多分ね、この動画見て、あ、このタオル見たことあるだったり、気になってたって方結構多いと思うんですね。実際どんなものなのかっていうのをちょっと詳しく紹介していけたらなと思ってます。今日も最後までお付き合いお願いいたします。それでは行ってみましょう。まず、ブランドの紹介からいきたいんですけど、皆さんテクラっていうタオルご存知ですかね。多分マーク見たらわかると思うので、もう早速ちょっと出しちゃおうかなと思うんですけど、こちらになります。ゲストタオルっていうものになります。大きさはですね、だいたいこのぐらいです。バスマットよりもちょっと大きいかなってぐらいなんですけど、このタオルっていうのはオーガニックコットン、肌触りすごくいいです。もともと前使ってたものがだいぶ長く使っていたので、これを触るとわ、こんなにバスタオルってふわふわなんだって思うぐらい、結構以前の愛用していたんですが、本当に肌触りが良くて、このタオルのサイズを選んだ理由としては、髪の毛がやっぱ短いので、バスタオルって言うほどそんな必要ないんですよ。ハンドタオルでも拭こうと思えば全然拭けるんですけど、でもちょっとハンドタオルでは物足りないし、でもバスタオルだとちょっと大きすぎてもったいない、いわゆる洗濯物がやっぱりかさむので、洗濯機が溢れちゃうんですよね、バスタオルいっぱい入れちゃうと。いいサイズ感ないかなと思ってる時に見つけたのがこのゲストタオル。これがやはり僕の中では一番しっくりきていて、バスタオルだとやっぱり大きすぎるので、無駄なくしっかりと全部使えてる気がして一番しっくりきてます。ここで実際に僕が持っているタオルというのは紫、パープルですね、パープルとピンク、これは単色ですね。この2枚は単色で、シンプルなデザインとなっています。で、あとはボーダー、ストライプですね、こちらのお色味と、で先ほどお伝えしたこちらの4種類持ってます。もちろんシンプルなデザインっていうのと、色合いがちょっと何とも言えない可愛い、本当におしゃれな色合いなんですね。このようなバスタオルって、ピンクとかだとちょっと色間違えるとかなり変色な、なんか変わった、ちょっと高級感はあまりないような色合いになるんですけど、本当に上品なピンクで、なかなか他のブランドとかでも似たようなバスタオルって出てはいるんですけど、結構唯一無二な色合いで個性をこれで出してるのかなと感じております。でもう一つ、色合いとともに実用性ってことなんですけど、僕バスタオル使った後お風呂のところにこうかけてはいるんですけど、1日1回1回ちゃんと変えてはいるんですが、例えばちょっと手洗った時にもう一回そのバスタオルで拭いたりとかっていうシーンがまれにあったりはするんですけど、あんまり乾いてないんですよね、やっぱり使った後とかだと。窓側、一応植物吊るしてる方が一応フックがあるので、例えば使った後とかに干してたりするといいなとは思ってはいるんですけど、このテクラってのは一応こういう形でフックがかけられるようになっていて、窓にかけるとこういう形で干せるんですよ。これがすごく僕的にはありがたい。このちょっとしたことなんですけど、かけられることで場所のスペースを確保できたり、洗濯物とかでも結構幅を取るんですけど、このフックさえ使えれば極端に本当に洗濯の場所っていうのもすごく狭めて行うことができるので、このフックっていうのは他のね、もちろんバスタオルとかでついてるかもしれないんですよ、ついてるバスタオルもあるかもしれないんですけど、僕は結構初めてこれを見たので、うわこれすごいな、これめちゃくちゃおすすめですっていうので伝えたいなと思った部分ですね。あとは購入場所ってことになるんですけど、僕は一応東京の青山の方で購入しました。セレクトショップでスーパー A マーケットっていうセレクトショップがあるんですけど、青山の方で実際に手に取って見ることができました。かつ結構な種類を置いているので、スーパー A マーケットっていうところは、お近くだったり行ける距離の方っていうのは一旦ちょっと行ってみることをお勧めします。でもう一つが、これちょっと行ったことはないんですけど、調べた情報でビオトープという、セレクトショップ屋さんが東京、大阪、福岡に店舗があるみたいなんですが、東京だと白金台に本店があるもので、で、世界中から激戦して集められた、ライフスタイルグッズが並ぶセレクトショップでした。ここでも結構な種類を置いてるようなので、東京だと10店舗だと2店舗で、販売がされているのかなと思います。スーパー A マーケット青山に行った時に店員さんがおっしゃってたんですけど、これからどんどんやっぱり日本でもベッドシーツだったりとかポップアップをしていきますよっていうことを教えてはもらったので、もしかしたら今後、通常店、いろいろな店舗にテクラが並ぶ日が
来るかもしれないんですけど、これからもどん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 日本には上陸してくるかなと思います。最後なんですけど、まとめとしてテクラっていうのは、いろいろ僕もこの動画を上げようと思って調べたところ、高品質な素材と洗練されたデザインが特徴ですとはブランドは歌ってますね。本当に僕使ってみてそれは思います。やっぱり値段も正直そこそこするんですけど、バスタオルでなかなか感動することだったりとか、このワクワク感、使うのにワクワクするってことはないんですけど、やっぱ人と違うもの、あまり世に 出回ってないものとかっていうのを調べたりするのが結構好きなんですけど、もちろんもうメジャーな商品なので持ってる人たくさんいるとは思うんですが、その中でもやはり取り扱い店舗が少ないっていう中で、やっぱり希少性はありますし、それを何か手に取った時のこの使えるワクワク感っていうのは、一つテクラならではのものなのかなと思います。デザインもおしゃれなので、自分のライフスタイルとかインテリアとかに合わせて選べるカラーバリエーションっていうのは本当豊富にあります。バスタオルとか干してるだけでもすごい絵になったり、この色はいいなーって癒されたりとか、本当に思ってる以上にテクラっていうのはインテリアになるんですね。テクラのタオルで日常にちょっとした贅沢を加えてみませんか？ぜひ公式ウェブサイトだったりとか足を運んで実際に見てもらえたらすごく嬉しいです。これで今日の動画は終わるんですが、僕が役に立ったなって思ったり、ちょっとでも面白かったなとか、また見たいな、何でもいいです。思ってもらった方はぜひ高評価をつけていただければ本当に嬉しいです。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。てな感じで今日はこれにて動画を終了したいと思います。また会いましょう。リアル D のリオでした。じゃあねー。